ゴジラは試行錯誤の象徴です。写真をカットして組み替えるみたいなパズルみたいな作品作ってます。で、他には、写真と写真以外のものをコラージュするみたいな。僕が やりたいのは想像力っていうのがどこから生まれてきたのか、そういうところをこう発見したいというか、だから誰かのためにというよりかは、まず自分っていう個人を使って、なんでその、プロセスに至ったのか、自分のこう追体験して、知りたい。小さい時から絵を描くのが好きで、でそのまま海外に来て、このまま美術学校行ってたんですけど、絵画やりたいっていう時に、僕のシェアルームメイトがちょっとそれやめてくれないか、油絵とかアクリル匂うんでちょっとやめてくださいと言われて、あ、じゃあ匂わないメディア探さないとなって、翌日ビデオカメラ買いに行きまして、ビデオアーティストとしてこう活動していくうちに、今度はビデオアーティストだと生活できないっていうところにぶち当たりまして、そうするとじゃあものこうね、ものがある写真がいいなと、で写真をこう今度撮り始めて、それをこうコラージュするみたいな。ゴジラはやっぱりその破壊する、破壊するっていう自然現象みたいな、動物的になんかこう行動していくみたいな、人間ではちょっと分かりえない行動をするので、僕みたいに緻密にこうプランを練って制作する人間としてはいわゆる真逆にいるので、すごい羨ましいっていう。ただこうゴジラが通った後は何もない。ゴジラは実は見た気になってたんですけど、実は見てなかったっていう、なんか面白いことが最近分かって、やっぱ小さい時からゴジラのもちろんフォルムとか他の怪獣の名前とかテーマソングとか全部知ってて、でもちろん会話にも上ってくるんですけど、で今回このお話いただいて、でゴジラの映画何見たっけなと思ったら、実は見てないみたいな。初期からこうトントントンとこう見ていくうちに、もちろんそのイメージが合ってたっていう、なんか見てないのにやっぱりイメージ通りだったっていうのが、なんかそこも面白いな。キングギドラはむちゃくちゃフォルムが好きだったんですけど、多分それは僕のその小さい時のこのイメージとなんかこうぴったりかまって、やっぱその神話的なフォルムでかっこいいっていうのがあったんですけど、僕がやっぱ今一押ししたいのは平成のメカゴジラです。人類がこう頑張ってね、アイデア出し合ってこうなんていうのかな、ゴジラに対抗する術を作っていくっていう、まさにそのゴジラ対人類。今回のことですけど、そのやっぱ人間の試行錯誤みたいな実験的なところの側面を僕はすごい重視して、ゴジラっていう脅威に抗う人間がこういろいろものを生み出していく中で、僕も同じプロセスをちょっと踏んでみようということで、わざわざ自分の知らないところまでこう入ってって、知らないから頑張って倒してみようというか、克服してみようみたいなことで、まず作品をまず良し悪しというか、これが作りたいというわけじゃなくて、問題提起してそれをこう解決していくっていう、で同じプロセスを、ちょっと違うアプローチでやるっていうことで、まず写真、ゴジラの写真とか素材があって、それを一回分解してもう一回こう組み替える中で何かがこうずれていくみたいな、そういうところを
目指しました。表面的なことではなくて、作品を見てなんでこの作品を作ったに至ったのかっていう、そういうところ、僕がやっぱりその知りたかった原点というか想像力の源みたいなところが、ちょっと追体験していただければなと思いますね。僕も今はまだよく分かってないというか、その作品こう作ったものを並べてみて、なんでこの形にしたのかよく分かんないなみたいな、まだ自分でも消化しきれてないので、で、もし多分僕が一個人として作品作ってるんですけど、他の人がやっても多分同じような結果になるのではないかという、みんなやっぱ試行錯誤して、なんかこれがいいと思ってこう感覚的に決めるんですけど、この感覚でなんでそこでいいって決めたのかっていうのが、やっぱなんだろうな、みんなの課題みたいな、なんでそれがいいのかまだよく分かってないって最近結構夢に出て、セロをなんか分解した状態で夢に出てくるので、何なんだろうな、なんか頭だけとか、キングギドラとゴジラが混ざってるとか、なんか頭が3つあるゴジラとか、なんかそういうなんかこういろんなものがこう混ざってきてるので、で起きたらあれ夢だったかみたいな。作品作るときもそうですけど、すごい下調べとかはするので、まず相手のことを理解しようと、でそこでやっぱり試行錯誤して、あーでもないこうでもないみたいな感じでこう進めていく中で、こうだんだんこう侵食されていくというか、ゴジラの印象に変化はなかったですね。僕が描いていた通りのゴジラ像だったという、勝手に見たと思っていたゴジラっていうその空気感っていうか、その存在が、まあ再確認はしました。やっぱりそうだったみたいな。あの話は本当だったみたいな。僕にとっては、ゴジラはもう、現実。なんか人間のその想像力の源、誰かが考えたことにこうみんなが乗ってって、ギリシャ神話とか北欧神話とか、想像、本当はその存在してないものに、こう、だんだんこう実体が、重なっていくみたいな。で、そういうことが、まあもちろんゴジラでも起こっているので、ゴジラっていう、こう書く一つがあって、みんなこのクリエイターとか、もうみんながこう乗っかって、だんだんこう実体を帯びていくっていう。これを一緒にこう構成してる宇宙みたいな、見たことないけどもみんな情報で知ってるっていう状況のものは結構多いと思うんですけど、それが多分ゴジラでも一緒のことが起こってるんじゃないかな。